2022明治安田生命 J1 リーグ第28節サンフレッチェ広島対清水エスパルスです。さあここをと野津田で取って間を通してベンカリファ、はい、中にピエロス、ピエロスの後ろ、うん、森島のヘディング、これは枠の外、まあ、選手が最後ねフィニッシュという形で、まあ、よくね松岡選手も左足で入れたボール、セカンドボールはどちらに入るか、広島のベンカリファ、ベンカリファさあどうする、右足シュート、オンターゲット、うん、ここでサイドを変える、ね、さあスペースがあります、速いピカチュウ使った、うん、カルリーニョス、カルリーニョスナイスキーパー大迫、まあ、スローインからだとだったと思いますけど、まあ、後ろからしっかりとね繋いで、サンタナ、カルリーニョス、もう一度サンタナ、流れるようなパスワーク、右サイドバック原のクロスボール、いいボール、キーパー出てきた、こぼれて乾の右足、これをね乾選手も左ワイドから、まあ、狙ってましたけどね、野津田がせる、サンタナ、サンタナ収めるんです、収めた、うん、 いやサンタナでためを作って乾が来たぞ、乾入れ替わる、もちろんこれはファールになります、はい、塩谷に対してのイエローカード、まあ、その後のボールを、ね、うまく清水も処理をして、まあ、ビルドアップから、ね、ここまでしっかりとね相手のカードの色がどうかというところ、うん、あ、ここに行きましたね、オンフィールドレビューです、ドグソー、まあ、決定的なチャンスの阻止かどうかというのも加味されますけれども、さあ主審どうする、うん、これはちょっとカードの色がどうなるかで、そうですね、ゲーム展開がね変わりますから ね、 ね、VAR の結果、あ、イエローではない、レッドカードです。奪った広島、奪った後の1本2本を大事にしたいところ、ベンカリファ松岡です、うん、掃除をしました松岡、そしてカウンターだ、サンタナの左足、ショートカウンター炸裂、清水エスパルス、河村セル、ビエイラ収めるか、おっと立田激しくいった、取れるか、おっと広島取って縦につける柏吉文、さあ柏中に入ってきた、カットインから狭いところ、河村のシュート、一人少ないサンフレッチェ広島、途中出場河村拓夢がチームを救いました。まあ、ここで、まあ、ドグラス・ビエラが頑張ったっていうところと、まあ、河村選手もねそこのサポートに入って、まあ、球際のところで勝ちましたし、柏選手がねカットインからドリブルをするこの時間を作っていく中でうまくね、まあ、エリアの中入ってきましたよね、一番危険なところに走り込みましたし、このシュートもね非常に難しいです。そしてアディショナルタイムに入って一層ボルテージが上がったのは広島サポーター、河村が狙っていった、河村が狙っていった、入るか、入るんだ、河村だ、すごい、ここもね球際のところをしっかりと狙っていましたし、いやーハーフウェイラインからですからね、いやすごいですね、もうやはりこの河村選手のね左足は非常にこう精度がありますし、まあこれだけのねこう飛距離が出ますし、シンプルに入れる、弾く、ここで試合終了の笛です、一人少ない広島。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification